このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、いっきです。ペーパーマリオ RPG 実況プレイパート5始めていきます。で、こっちか。お、フラワーさん。この村はとてもいいところであります。水がおいしく、空気もきれい。本当にいいところであります。でもみんな、ゴンママに気を取られて、それを忘れてしまってるのであります。ちょっと悲しいことであります。おしゃべりする花、フラワーさんよ。花々村に住んでるみたい。一応植物なんだけど、言っていることはそこら辺の人よりよっぽどちゃんとしているわ。すげえな。あ、女の子いる。花々村ののこの子よ。この人いつも何かに気を使ってるみたい。のんびりした人が多いこの村ではかなり珍しいタイプだわ。最近の村長さん、物忘れが多いんだよね。僕の名前忘れることもあるし、心配なんだよね。おう、なんかいる。私たち、世界中を旅する旅行大好き三人娘。この村の名物は美味しい水と綺麗な空気。それともう一つ。ゴンババ早く見てみたい。食われるぞ。仲良し三人組の女の子たちよ。一緒に世界のあちこちを旅行しているらしいわ。ちゃんと分かって旅行しているのかしら。分かってなさそうだな。キノコゴンババも怖いけど、この先の砦に出る怪物も怖いです。普通の攻撃ではダメなんですよ。炎攻撃も効かないらしいんです。何？こんにちは。私の名前はノコリ。どうぞよろしく。あら、その帽子にそのつなぎ、そして立派なおひげ、なんかバッチが見えるんだけど。あなたマリオね。あなたの噂聞いたことがあるわ。とっても強いんですってね。ってことはあなた、ゴンババを倒すためにこの村に来たのね。ノコ太郎のやつも、それくらい勇敢だったらいいのに。花々村のノコノコ、ノコリンよ。この子が、ノコ太郎のガールフレンドなのよね。可愛いし、しっかりしてるし、いい子だと思うわ。そのせいか、ノコ太郎のことを世話の焼ける弟のように思ってるところもあるみたい。複雑な関係ね。当のノコ太郎、どこいんの？いた！こんにちは、旅の人。あなたもゴンババ城の財宝を求めてこの村に来たんですか？ゴンババってやっぱり強いんでしょうね。ノコ太郎よ、自分に自信がないのかしら。うじうじしてるわね。ゴンババのことを気にしてるようだけど、一体どうしたのかしら。上か。ん？いけねえじゃねえか。なんだこれ。じゃあいいや。村長さんに話しかけに行くか。なんだこれ。何あれ、ピーって書いてある。あ、にっこりマークだからやっぱパートナーか。村長よ、相手を置き去りにしたままマイペースな話で突っ走るわ。わざとボケたこと言ってるのか、本当にボケてるのか、ゴンババ以上の強敵かも。なんじゃね、君は。泥棒じゃな。間違えられたぞ。しかし、見ての通り、この家には何もありゃせんぞ。少しのお金や、年代物の甲羅でよければ、差し上げてもよいのじゃが。わしとばあさんとのラブラブな、で、スイートメモリーな写真だけは勘弁してくれたまえ。違うとな。はて、そうするとなんだね。君はスターストーンを探して、早いな。展開が早い。すげえ。それを先に言いたまえよ、チミ。ならば話は早いぞい。チミが探しているというスターストーンはな、なんじゃったっけな。あのゴンババが持っているという話を聞いたことがあるぞい。ゴンババというのは巨大で、めっちゃ恐ろしいドラゴンじゃ。知っておるかね。名前くらいは知ってる。さっき聞いた。この辺りの町や村を襲う凶暴なゴンババには、わしらも非常に困っておる。なるほど、チミは無謀。いや、勇敢にもゴンババをガツンとやっつけてくれるというのだね。もちろん。え、ちょっと待って。もちろん。
なんだ頼もしい。こんばんはやつけてくれるなら、チミにいくらかお礼をしたいところじゃが、お礼はいらぬとな。もちろん。なんとも欲のない人じゃ。さすがは。名前は何と言ったかね。マニオくんかね。なかなか良い名前じゃの。マニオでいいです。わかってるよ、マニオくん。よいかね、チミ。ゴンババ城へ行くというなら、この村の近くにあるという秘密の土管を見つけなされ。ほう。どこにあるかは知らねえ、使えねえな、こいつ。それを使うためには、太陽の鍵と月の鍵というミステリアスな名前の鍵が必要と言われておる。この村の砦に先にあるすっとん砦のどこかに隠されているそうじゃから、それを手に入れなされ。おお。ではマニオくん、ドカンと一発ゴンババを倒してくれたまえよ。すっとん砦に向かいましょう。こっちか。何？メールが届…どういうこと？冒険の途中で出会った人からメールが届くことがあります。メール受信機、そんなもの持ってたの？あれ、アイテム、メール受信機を手に入れましたとかないけど、どういうこと？持ち物の中にあると大事なものを選ぶとメール受信機があります。何それ。フランクリン、頑張っとるかね、マリオくん。フランクリンだ。旅の途中で出会った人なのかな。こんな風に届いたりメールが届くからチェックするというだろう。君たちの無事を祈る。スターストーンの情報を待っておるぞ。マリオ様、ゴロツキダイレクトメール、略して GDM の登録をありがとうございます。フランクリ様からの紹介により届く。何勝手にしてんだてめえ。お得情報満載のダイレクトメールを定期的にお送りします。お楽しみに。おお。まあいいか。この先はすっとん砦という古い砦があって、怪物、石の怪物が出るって噂なんだ。そいつらが入ってこないように門を閉めてるんだ。村長さんが OK って言ったのなら特別に門を開けてあげるよ。ちょっと待ってください。おう、どこだろう。僕、のこ太郎って言います。あなたがゴンババ城を目指してると聞いて、あなたにお願いがあるんです。やっぱりいいです。さよなら。どうした？おかしな子ね。一体何だったのかしら。まあいいや。おう。先生。よし、おっと。これ嫌な予感するな。カチカチコーラはまずい。もう。とりあえず物知り。のこのこよ。昔から登場してるおなじみのキャラクターね。最大 HP4 で攻撃力は2、防御力は1よ。甲羅がちょっと硬いわね。ジャンプやパワーブロックでひっくり返すと防御力が0になるから攻撃しやすくなるわよ。とにかく8踏みまくっちゃいましょう。防御力0だったらハンマーでいいよ。オラ！ジャンプ失敗すんな、ほんと。まあいいや。経験値おいしい。ぐるぐるめまわしゲット。コインコイン。おお、危な。ふう。くっそ。
ったぜ。ガツなぐーい。ふう。よいしょ。ほんと失敗すんな。まあいいだろう。ほよっ。おら。カチカチコーラはな、欲しい。買いたくはないけど、あれば便利だよ。もうとりあえずガツン殴りで、あら揃ってなかったね。とりあえず6、よし、いただき。おう、パワーブロック。使うよ。ないな。おう、ん、もう動き出した。くっそ。しんのすけ、クレヨンしんちゃん、しんのすけよ。ごつい顔をした石の怪物よ。悪いけどあまり好みのタイプじゃないわね。最大 HP2、 防御力2、攻撃力1。火の攻撃も効かない。ハーブロックなんかで攻撃するのがいいかもしれないわ。ハーブロック持ってる。せーの、パパウパウパウ。お、すげえ、いって。そうだ、後ろから来るの気をつけなきゃ。毒キノコ、よーし、開いた。で、おう、通り抜けしただけか。危ない危ない、しまった、先制できなかった。めんどくせえな、お前ら、ほんと。し、成功してんだけど。危ねえ。くっそ。お、ジャンプ成功。もう一匹。とりあえず、倒しといて。お、ジャンプが成功しねえんだよな。よし、とりあえずガードしといて。うん、難しい。お、なんで成功しねえんだろう。一回スペシャル技で回復しよう。おら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 。痛い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 。ふう、フラワーそんなにあったってしょうがねえでしょ。むずい。ハンマー。ほ、ふう、キュースターポイント。火は叩いておくに越したことはない。
1コインか。1コインはな、置いてこい。のこのこ、もうジャンプむず。どうしよう、ハンマーで戦っていこうかな。ふう、ほんとジャンプは練習しとかないとまずいな。多分連続ジャンプあるはずなんだよな。連続ハンマーとかねえかな、マジで。おお、なんかいる。なにこれ。ちょっと待って、踏んじゃった。これダメだろ。ブスって刺さるぞ、これ。でしょうね。やると思った。トゲダルマ。トゲダルマよ。体中トゲだらけの石の怪物よ。まさにトゲダルマ。体力、うわ、たっけ。ハンマーを使おうとして近づくと、え、マジで。アイズム頭ね、肉らしいわ。俺パワーブロックあった、あった、やった、パパウパウパウ。ハンマーもダメ、ジャンプもダメ、どういうことで。パワーブロック前提なの。トゥトゥルトゥトゥじゃねえんだよ。あー、よかった。怖っ。勘弁しろよ。帰るのこの子。よいしょ。もう早いのか遅いのかわかんねえ。て、うん、ここはアピールしといて、うん、もう一丁アピールして、ハイブロックくれる、これ。よっしゃー、ハイブロック美味しい。ふぅ、これでなんとかなるな。ファイヤーフラワー、なんか落ちてる。宿泊券、宿屋にタダで泊まれるチケット、これはキノコを使っとくべき。うん、ちけえな。で、くっ、まあいいや。お、あ、くっそ。ん、ダメか。あれしたいんだよな。くっ、 B の当たり判定が難しいな。普通にジャンプを練習しまくろう。ふぅ、しゃあ、お、これ何これ、お金使って回復か、いらねえ。なんだこれ、何？おう、久しぶりの客だ。ストントリデに来たという時は
ことは、さては太陽の鍵と月の鍵を手に入れてきたのだな。太陽と月、つかず離れず、それはもういいや。もしそうなら、俺様と勝負しろ。俺様に勝ったら二つの鍵がある場所行かせてやろう。まあ、お前が負けた時は恐ろしい目に遭わせてやる。本当に恐ろしいからな。ちょっと準備しよう。腰抜けめ、すぐこの場を立ち去るがよい。勝負する前に、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。Twitter のフォロー、チャンネル登録、いかがでしょうか？次回もよろしくお願いします。